ストレート平均球速2014年セリーグ 141.6 キロ、パリーグ 141.3 キロ、10年後。2023年セリーグ 145.6 キロ、パリーグ 146.5 キロ。トラックマンの普及で2、3キロ速く計測されてるとかもありそうやけど、それ込みでも普通にレベル上がってるよな。せやから2、30年前のバッティングの方法論とかあんま意味なくなってそう。すごいね。セリーグとパリーグ言うほど差がないのもおもろい。セパ大差ないでいき。そんなに肉体変わるもんなんか？高校生で130後半投げたら驚かれてた記憶ある。3分の1くらいトラックマンの影響やろ。入って上がるんか？もう150キロじゃ速球派とか呼べないよね。パリーグ露骨に打点なのもドラフト上位やし、ほとんど背が当ててるのもありそう。10年前って言ったら2005年とかやろ。言うほど変わらん。未だに中日ハムを競合と思ってそう。けどカネヤンは170投げてたから、明らかにおっさん減ったわ。ボールを捉える精度は段違いって聞くけど。球速変わらんのね。明らかに体はでかくなってるやろ。高橋光成とか高校の時138くらいやったのに筋トレゴリラ化して153投げとるし。そら打ち手になるわな。昔は投手がウェイトトレしたら可動域が狭まるとか言って禁じてる球団が多かった。今はオリックスなんかはむしろ推奨してるから150後半の大量生産地になってる。というか10年前だと高校生が140組投げたらドラフトかかってたよな。そら助っ人で取れるレベルの外人は機能しなくなるわな。最近155とかゴロゴロだしな。投手の進化に対して野手の進化はあんまないよな。皆さんはこの10年の変化、どう思いますか？ご意見を聞かせくださいね。ご視聴ありがとうございました。